杉沢村の情報源と存在の謎。都市伝説としてかなり有名な杉沢村ですが、そもそも誰が言い出した話なのかって気になりますよね。今回気になって調べてみたのですが、残念ながら元ネタとなったらしい書き込みや情報はありませんでした。もともとインターネットを通して広まったのはおそらく間違いないと思いますが、なんせ古い情報なので時代の流れによって消失してしまった可能性があります。また杉沢村では村人全滅など大きな事件は起こっていますが、完全に隠すというのはかなり難しいと思われます。実際に似たような事件の津山事件は記録にバッチリ残っていますよね。他にも事件を隠すために廃村にしたという噂もありましたが、正直なぜ事件を隠す必要があったのかも分かりませんし、別に隠さなくてもいいのではとも思いますよね。超個人的な意見ですが、無理やり理由をつけるとすれば、合併の際周りの村からそんな凄惨な事件のあった村と合併するのは嫌だみたいなことを言われたら面倒くさいからとも思ったのですが、だとすれば合併したどこかの村に杉沢村の名前が入ってるはずです。存在そのものを完全に隠すというのはやはり無理があると感じました。ということで今回は謎の村杉沢村について、個人の考察のようなものも交えながらいろいろと話していきました。たくさんの噂がありますが、やはりどこかにあるかもしれないという神秘的な恐怖が多くの人を引きつけるのかもしれませんね。ネットの情報って流れるスピードがめちゃくちゃ速いのに未だに語り継がれているなんてすごいことですよね。皆さんは杉沢村の存在信じますか？よければコメント欄で教えてください。